引き分けとは、勝負において、その終了時にプレイヤーを勝者にせず終了させる、取り決め、または、その結果を指す。様々な競技を勝負時と見るならば、その最大の目的は勝敗を決めることであり、引き分けは避けるべき事象である。しかし結果に至る過程をプレイヤーが、楽しみ監修が味わうものと見るならば、両者が最初から消極的なプレーを行うのでない、限り、 結果としての引き分けは大きな問題にならない。むしろ引き分けが存在することが作戦の幅を広げ、駆け引きを深める面もある。引き分けについての考え方は競技や国によって差があり、引き分けを極力排除する競技もあれば、地図のステール名とサッカーにおける引き分けの価値点のように、引き分けも試合結果の一つと捉える文化も存在する。 一般的に勝ち残り式トーナメントで行われる大会では次のステージに進むものを決めなければならないため勝負が決しない場合延長戦や再試合を行ったりポイントや審判員の判定で勝者を決めるものがほとんどである抽選で次のステージに進むものを決める競技もある一方グループトーナメント方式の場合は 商業的理由、選手の体力の負担への配慮から延長戦などを行わず、引き分けを認めることも多い。またグループトーナメント方式の場合は、引き分けが起こっても勝ち残り式トーナメントと違い次の対戦相手が決まっているので、日程面での問題も少ない。試合が中止となり、延期が困難な場合は、試合を開催せずに引き分け扱いとする場合もある。 メジャーリーグでは原則として、引き分け制度は存在せず、必ず決着をつける。天候の都合等で、試合続行不可能になった場合は、後日再試合が行われるか、サスペンデッドゲームとして試合を中断し後日、再開する。ただし、シーズン終盤で試合結果が順位争いに影響しない場合は引き分けにすることがある。オリンピックなどの国際大会においては、 予選リーグ、決勝トーナメントともに引き分け制度はない。ワールドベースボールクラシックでは、第1回においては、グループトーナメント方式のラウンドのみ、延長14回を終了しても決着がつかない場合に、引き分けとしていた。第2から3回は、延長13回、第4回は、延長11回から適用される、タイブレーク制度が採用され、 決着がつくまで試合が行われることとなった。日本の野球においては、制度上引き分けが避けられる傾向が強かったが、選手への負担から近年は引き分けを認めたり、延長戦を早めに切り上げたりして再試合を行う、傾向にある。日本野球機構管轄のプロ野球では両リーグともに、延長12回で引き分けとなる。各リーグの優勝チームは、勝率1位のチームとしており、 その勝率は勝利数を引き分けを含まない試合数で割ったものとしている。なお過去には引き分け再試合を行っていた時期もあった。クライマックスシリーズでは延長12回で引き分けとなる。日本選手権シリーズでは第7戦までは延長12回で引き分け。第8戦以降は引き分けなしの延長無制限で行われる。オールスターゲームでは1992年以降。 延長なしで9回打ち切りとなっている。2軍では、イースタンリーグでは、延長11回まで、ウエスタンリーグでは、延長10回までだが、同じ日に、同じ球場で1軍の試合が組まれている場合など9回で、打ち切りとなることもある。引き分け再試合は行わない。フレッシュオールスターゲームは、延長なし、ファーム、日本選手権は延長制限なしで行われる。日本の高校野球や、 社会人野球の主な大会では勝ち残り式トーナメントを採用しているため引き分けを避ける傾向にある。このため延長戦が打ち切られるイニング数も日本プロ野球より長く、また引き分け再試合やサスペンデッドゲームが行われる。高校野球の引き分けに関する詳細は延長引き分け再試合規定を参照。日本の大学野球では グループトーナメント方式を採用しているが、再試合が行われている傾向がある。多くが2勝戦勝方式をとっており、2勝するまで勝ち点が入らないため、引き分けにより、長期戦になることもある。東京六大学野球連盟では、延長12回で引き分け再試合としており、ナイトゲームで神宮球場において、プロ野球の試合が行われる場合、9回までで引き分け、再試合としている。 投手記録における引き分け引き分け試合の責任投手として引き分け試合の最後に登板していた投手に投手成績としての引き分けが記録される。2021年シーズン終了時点での日本プロ野球での引き分けの記録としては通算最多記録を76引き分けで江夏豊がシーズン最多記録を18引き分けで2021年の増田直也が保持している。 マスダが更新する前のシーズン記録は1978年、1980年のエナ九1982年の牛島和彦、2012年の藤川球児が記録した11引き分けだったが、2021年は延長戦が実施されず引き分け試合自体が急増、各投手の引き分け数が大きく増加し、マスダが従来の記録を大幅に更新した。サッカーでは、 勝ち残り式トーナメントの場合とグループトーナメント方式の場合とで引き分けの扱いが違う。勝ち残り式トーナメントの場合は延長戦を行い、それでも勝負がつかなければ PK 戦で勝ち上がりチームを決定する。ただし PK 戦の場合、試合自体の記録としては引き分けである。決勝戦の場合は引き分けで両チーム優勝としているものもある。過去には 再試合や延長無制限などの制度も見られた。また、J1 昇格プレイオフなどでは、90分で引き分けの場合は、年間順位の優位性を確保するため、年間順位が上位のクラブの勝ち上がりとなる。公式戦の場合、延長戦や PK 戦を行わずにそのまま引き分けとするのが世界的な傾向である。サッカーリーグの多くは、勝ち点制を導入している。 この場合引き分けは勝利の半分より価値がなく、引き分け狙いのチームより積極的に勝ちに行くチームが順位が上になっていくシステムになっている。かつてメジャーリーグサッカーや日本プロサッカーリーグで延長戦や PK 戦が行われていたが、現在は廃止されている。なお、サッカーでは連勝中に引き分けがあった場合、そこで連勝記録が終了するのが一般的であり。 引き分けを挟んでの連勝は勝利数引き分け数の連続試合腐敗として記録される。また、PK 戦での勝利、敗退も公式記録上は引き分けとして扱われるほか、日本サッカーリーグ、J リーグで一時期 PK 戦を行っていた時は勝ち点の差をつけていたことがあった。ラグビーにおいても勝ち残り式トーナメントの場合と、グループトーナメント方式の場合とで、 引き分けの扱いが違う。グループトーナメント方式の場合、サッカーと同じように勝ち点制が導入されているものの、敗点は、サッカーと違い、ワールドカップジャパンラグビートップリーグ、欧州リーグなどでは、勝利が4点、引き分けが2点、敗戦が0点であり、さらに、ボーナスポイントとして、4トライ以上で1点、7点差以内での敗戦で1点が入る。一方、 勝ち残り式トーナメントで同点の場合は、トライ数の多いチームが勝ちとなる。それでも勝敗がつかないときは抽選で次のステージ進出チームを決めるといった方式も見られる。ワールドカップの決勝トーナメントでは延長戦を行うこととなっている。アメリカンフットボールにおいても勝ち残り式トーナメントのバイトグループトーナメント方式の場合とで引き分けの扱いが違う。 NFL のレギュラーシーズンでは、オーバータイムこそあれど、最長で1クォーターのみと規定されているため、それでも決着がつかなければ、引き分けとなる。勝率計算の際、引き分けは0.5勝0.5敗として扱う。なお、NFL において引き分け試合は起こりにくく、その頻度は5年に1回程度となっている。一方、ポストシーズンでははっきり勝敗をつけなければならないため、 どちらかのチームに得点が入るまで15分単位のオーバータイムが繰り返される。X リーグではオーバータイムは行わず、4区オーターを終えた時点で同点の場合、引き分けとしていたが、2009年にタイブレーク制が導入され引き分けは廃止された。NBA など、世界の多くのリング戦、およびオリンピックなどの国際公式戦では、原則として引き分けは発生せず、 規定の4クオーター終了時に同点であった場合、5分を1ピリオドとした延長戦をどちらか終了時に1点でも勝ち越すまで繰り返し行う。なお練習試合、プレシーズンマッチでは延長戦を行わず、引き分けで終わらせる場合もある。NHL では3ピリオド60分で決着がつかない場合に5分1ピリオドのサドンビクトリー方式の延長戦を行い、 それで同点だった場合、レギュラーシーズンでは引き分け、スタンレーカップでは次のステップに進出するチームを決めるため引き分けがない代わり、サッカーの PK 戦に似せたゲームウィニングショット合戦を行う。テニスや、それから派生したソフトテニスや卓球やバドミントン、また発祥は違うがバレーボールにおいては、競技自体が先に決められたポイントに達したものが勝利するスポーツであるため、 引き分けはほぼ起こらない。理論上、デュースが続いたり、1ポイント内のプレーが終わりなく続く、ことも考えられるが、実際は、体力的な限界でどちらかがミスするのが必然である。ただし、卓球の促進ルールや、バドミントンの30点選手で打ち切りなど、デュースが続いたり、1ポイント内のプレーが終わりなく続く、ことを想定したルールもある。ゴルフは一人で行う。 競技のため引き分けは存在しない。対戦はコンペティティブペーシェンスとして行われ、ゲーム終了時に打数が全く同じになった場合、同着であり、ある意味でこれも引き分けの状態だと言える。1位が複数存在する場合、プレイオフを行って一人の優勝を決定するため、優勝に関しては引き分けは存在しない。相撲では両者が同時に倒れたり、 土俵の外に出たと判定された場合、胴体といい取り直しとなる。胴体となった取り組みで、片方の力士が怪我や疲労により取り直しができなくなり、その結果、危険により相手の不戦勝という記録となることもある。また、取り組みが長引いて、水入り後なおも勝負がつかない時には、先に他の力士の取り組みを2番を終わらせた後に、取り直しという形で再試合をする。 しかし、それでも相撲が長引いて勝負がつかない時には、最終的に引き分けという形にする。星取り表には、引き分けは罰で表記される。ただし、大相撲の幕内の取り組みでの引き分けは、1974年9月場所11日目の3重の海と双子だけとの一番が最後である。なお、1939年1月場所11日目、 鏡岩と万弱との対戦で水が入って2番を取り直しとなった時に鏡岩が危険を申し出たところ万弱が不戦勝を承諾しなかったので二人とも不戦敗という珍しい記録がある。また大相撲では各階級で勝ち数が最も多いものがその階級の優勝者となるがそのようなものが複数いる場合優勝者を決めるために優勝決定戦を行う。 なお、かつては、無勝負、預かりという規定もあったが、現在は存在していない。プロレスでは、両者リングアウト、両者反則、両者ノックアウト、ダブルフォール、時間切れの引き分けが存在する。タックマッチの場合は、両軍リングアウトとも言う。タイトルマッチで、引き分けの場合は、基本的に、王者防衛となるが、グローバル、ハードコアクラウンでは、引き分けは、 王座移動、アイスリボン認定の各タイトルは王座剥奪を原則としている。昭和年間には大物選手同士の試合では双方のメンツを立てるために引き分けが多発していたが、現在のメジャー団体では時間切れ引き分けがたまに見られる程度である。これは不透明決着を嫌うファンの意向に押されたものだが弱者が強者を 両者リングアウトに引きずり込んで足を引っ張るのがリーグ戦の味付けになっていた面もあった。第2本プロレスでは2007年4月以降、デスマッチヘビー級ー王座などのタイトルマッチを含む全ての試合にて最高30分の時間制限を設けたが、これはデスマッチにおける安全対策によるものである。このため必然的に引き分けの試合数が増える可能性をはらんでいる。 リーグ戦の勝ち点計算においては、両者リングアウト、両者反則の引き分けと時間切れ引き分けの間に、得点計算上で差をつけるのが一般的である。また、プロレスリングノアの,の GHC ルールでは、時間切れ以外の引き分けは即日再試合としている。一方、日本プロレスが行った、ワールドリーグ戦の決勝トーナメントでは、引き分けは、両者失格としていた。 現在でも DDT プロレスリングが主催するキング・オブ・ DDT トーナメントなどで採用されている。ボクシングでは規定ラウンドで決着がつかず、判定でどちらの選手も2名以上のジャッジの指示を得られなかった時である。また、対戦量選手が同時にダウンして共に起き上がれない時や偶然のバッティングにより一定ラウンドに到達する前に試合が打ち切られた場合も引き分けとなる。 なお、タイトルマッチでの引き分けは、チャンピオンの防衛となり、王座決定戦の場合は、空位のままとなる。ただし、かつての日本王座決定戦では、総得点の多い方を新王者と認定していた。勝ち残り式トーナメントの場合は、ドロー判定を出したジャッジが改めて優劣をつけるが、全日本新人王決定戦では2010年以降、決勝戦に限り延長戦を行う。なお、 試合打ち切りにより引き分けとなった場合は負傷していない方を勝者扱いとする。ライセンス昇格の条件となる勝利数において引き分けを0.5勝として扱うことも可としている。ただし、海外ではダブルノックアウトや偶然のバッティングにより規定ラウンドに達しなかった場合は無判定と呼ばれ引き分けとは別扱いにされるコミッションが多い。 20世紀初頭の米国では、ジャッジによる判定は行われず、個に至らなかった場合は、無判定となっていた。アマチュアの公式戦は、勝ち残り式トーナメントで行われることが多く、基本的に引き分けはない。両者の主導権、防御技術を比較の上、必ず優劣をつける。これを優勢価値という。ただし、海外では、戦績上引き分けとなる場合もある。 スポーツチャンバラでは、両者が同時に有効打を与えた場合、互いに怪我をしたという扱いになり、両者負けになる。ただし、三本勝負の場合は、両者一本ずつ取ったことになり、一本勝負として、試合を行う。また、大会によっては、相打ちが再試合になることもある。チェスでは、技能が高く力の拮抗した者同士の対局では、頻繁に引き分けが発生する。 ゲームの特性として、局面の経過とともに戦力が減少するため、チェックメイトによるゲームの終了が困難となりやすいからである。いずれの側も、チェックメイトが難しいと判断すれば、双方の合意によって引き分けとすることができる。また、双方の戦力がチェックメイト不可能になった場合は、合意がなくても自動的に引き分けとなる。他にステールメイトや、 将棋の千日手に当たるスリーホールドレピティションも引き分けとなる。チェスではこのように引き分けの条件が多数あるので不利な局面になっても引き分けを狙って負けを回避するのも重要な技術である。特に世界選手権など1対1で何試合も戦うマッチ形式の場合、技量の差が小さい上に数多く勝ち越す必要もなく引き分けが増える傾向にある。 将棋ではチェスに比べると引き分けは発生しにくい。これは持ち駒精度があるため局面の経過が進んでも双方を合わせての戦力が減少せず罪によるゲームの終了が困難になる可能性が低いからである。戦日手持ち将棋は引き分けとして少ないながらも毎年プロ公式戦で何例か存在するが、口日の通り実際は引き分け再試合となり、 勝敗は決着する。なお、千日で持ち将棋の場合は、戦後入れ替えの上再試合を行い、その勝負が、またも引き分けになった場合には、また再試合を行う。なお、千日で持ち将棋は、戦術として、対局者が、形勢フリーで勝ちが望めない場合に目指すことが、認められている。かつて感染記者の坂口安号が、将棋界最高峰の試合である。 名人戦において、名人、木村義雄が、形勢不利な状態で、千日手が選択できたにもかかわらず、木村が、将棋の美学を重んじるあまり千日手を回避して、敗北したことがあったとして、負けるとわかっている状態で、負けを回避しないのはおかしい。美学より勝負を優先すべきと批判した。以後、戦術としての千日手、持ち将棋は認められ、千日手、 持ち将棋を目指す戦術を詳細に述べた定石書が複数存在しているほどである。将棋における引き分けは千日手、持ち将棋と双方の同意による引き分けがある。ただし、千日手、持ち将棋の構成要件に近い場合に、対局者双方が合意して引き分けになるケースがごく稀に存在する。千日手、持ち将棋は、 当該の項目に正規し、ここでは差し掛けについて記す。差し掛けは、局面に関わらず対局者双方が合意して引き分ける、ことを言う。江戸時代のお城将棋ではしばしば見られたが、近年の将棋では、ごく稀となっており、山田道義対山口瞳戦以来、この形の引き分け記録は作られていないと思われる、公表された寄付を、私は知らないと述べている。これは、 両対局者が極度に疲労していたため、立会人の芹沢白文が両者に差し掛けを呼びかけたところ、両者が同意したものである。なおこの両者は山田が休止したこともあり、この後も再試合を行わず数少ない引き分け事例が成立した。同一局面が繰り返し現れる戦日では、最近改正された現在の公式ルールでは、 同一局面が4回現れた時点で、無勝負とされ、先手、後手を入れ替えて、最初から指し直しとなる。持ち将棋も同様に指し直しとなる。ただし、王手の連続により、千日手が生じた場合は、王手をかけ続けた方の負けとする。以後では、対局が終了した時に、双方の地の数が同じとなった場合に、引き分けとなる。これを事後という。これを避けるため、 白の込みとして、地の数に反目を加え、白の反目逆値とすることが多い。置き後の場合は、込みがない場合が多いため、稀に事故が発生する。重要な項が3つ以上発生した場合、その他、調整などルールで禁止されない、同型反復が生じて、お互いに譲らずに同型を繰り返す場合は、無勝負と呼んで引き分けとなる。オセロにも引き分けがある。 対局終了となった時に、双方の石の数が等しくなった時に、引き分けとなる。このため、勝ち残り式トーナメントの大会や、大会の運営上引き分けを出したくない場合には、引き分け価値制を採用している。トランプでは、様々なゲーム方法があるが、ブラックジャックやオイチョカブに、引き分けがある。どちらも、親と子の点数が同じであれば、引き分けとなり、 子がかけたチップなどは全額変換される。麻雀では一局単位と一ゲーム単位の二通りの引き分けが存在しうる。一局単位の引き分けは流局と呼ばれるが、流局でも展望のやり取りが行われる場合もある。一ゲーム単位の引き分けは、搬送終了時に点数が全く同じとなった場合であり、ヒカから順で近い方を上位とする慣例があるが、 馬をつける場合などには揉める原因となるので、対局前に確認することが望ましい。ジャンケンにおける引き分けは、アイコと呼ばれる。グーチョキッパーのうち全員が同じ手を出すか、同時に3種類全部が出てしまった場合に、アイコとなる。アイコの場合は、勝負をやり直す。ジャンケンの派生形である、野球拳やあっち向いてホイなどでは、ジャンケンの次のアクションに入ることなく、最初から、 やり直しとなる。ディベートでは、引き分けは、複数の段階に分かれている。1、議論の段階議論の段階においては、メリットやデメリットとそれに対する反駁で、引き分けが生じる、可能性がある。この場合は、一方の勝ち、他方の負けとは限らず、双方とも評価できる、双方とも評価できないという場合もある。2、ジャッジ個人の判定段階政策ディベートにおいては、 肯定側が論題を肯定すべきであると、論証することができたかどうかが問われるため、肯定側否定側双方の議論が拮抗し、どちらの論の発生可能性、規模も同等とされた場合は、肯定側が論題を肯定すべきであると十分に、論証できていないと判断し、否定側の価値とする原則があるため、基本的には、引き分けは存在しない。加えて、ルール上、肯定側、 否定側のいずれかに投票することと明記されていることがほとんどである。3. 判定の段階複数のジャッジで判定を出す場合が、これに該当する。この場合は、ルール上ジャッジを奇数人配置することによって引き分けを出さないようにしていることがほとんどである。ありがとうございます。